脈々と受け継がれるテクノロジー、その脈動一つ一つにエンジニア、サイクリストの熱き思いが詰まっている。そうであろう、どうしたちよ。ファスターテックへようこそ。ハローエブリディ。はい、どうも皆さん、チャリエルでございます。今回もこちらちょっと読みながら行かせていただきますけども、3ヶ月に1回と言いながらですね、前回から実に丸7ヶ月ぶりとなる、このシリーズ消えたわけちゃうぞということでですね、ほな始めていこう。今回はですね、前回紹介しきれなかったディレイラーが残っていたので、ファスタテックディレイラー2とさせていただきます。はい、皆さん、これめちゃめちゃ面白い発見だったんですけども、ディレイラー、この単語が何なのか皆さんご存知だと思います。自転車用の変速機を指していますね。では皆さん、ここからが問題です。単語の意味、これ自体が指しているのは一体何なのかってご存知でしょうか。フランス語なんですけども、語源は英語のディレイルメントでございます。これ分解するとですね、レールからディ、外れることなので、そう、脱線です。外装変速のチェーン駆動というのはですね、後ろから見たとき、まるで脱線して隣の線に飛び移っているように見えますよね。その様からディレイラーと名付けられたんだと思います。直訳だと脱線させるやつですね。この脱線させるやつことディレイラーの始まりというのが、誰によっていつ頃出てきて、進化の過程でこの世界人々にどのような影響を与えてきたのか見ていきましょう。まずポール・ド・ビビというこちらのおひげの大変立派なですね、おじいさんも知っていただかないといけません。1853年生まれのフランス人の方なんですけども、ル・シークリストというサイクリストへ送るですね、書物をベロシオというペンネームとして出すライターさんでもあり、バイシクルツーリング、今日のサイクリング、それからですね、ランドナリング、今ではですね、オーデックスが仕切っている、最近よく聞くと思います皆さんご存知のブルベ、さらには今回の本題、ディレイラーの生みの親ポールさんはそれらの父であるとウィキペディアには綴られています。ちょっとこれはほんまかどうかわかりませんけれども、記述によると40時間以上ノンストップのロングを走ったりするらしいんですが、フランス国土はですね、ほとんどが山岳らしいんですね。しかしお分かりいただけるだろうか、日本の方がえげつない山の多さと高さに見えるのだが、気のせいだろうか。その中でですね、ツール・ド・フランス第1回でも使われたですね、それより前の話になるんですけど、同じ場所です、コール・ド・ラ・ヘブリーという峠がございます。ここでディレイラーが生まれたんではないかと言われています。理由は非常にシンプルです。山を登るとなった時に変速機がない、完全に一足しかない場合、できることっていうのは一つしかございません。波数を変えることです。走る前に軽いギアにしないといけません。リアやったらでかくしないといけません。しかし山を登り切って下りに入ったり、その後平坦を走ったりするときに、その大きなギアではですね、速く走れません。逆に速く走りたいってなると山が登れない。その両方を何とかしようとして、ポールさんが編み出したのがダブルのチェーンリングで、変速機フロントディレイラーをつけてない状態、これを手で変速するという奥義を編み出します。さらにですね、技術者でもあったポールさんはですね、バイチェーンと呼ばれる左右にチェーンのついた自転車も開発します。左右のフリー固定を切り替えることで、フロント4段変速を達成します。これね、ちょっとどうしても動画が見当たらなかったんですけども、資料によるとですね、これ見ての通りですね、右のクランクにフットレバーがございまして、これを踏むんか蹴るんかして左右の切り替えるようにですね、まあこの BB 側からこう横をね、複雑な構造が見て取れると思います。そしてついに1905年です。
リアディレイラーを完成させます。この残念ながらね、このオリジナルの二段変速らしいんですけど、これ見当たりませんでした。しかしですね、ルシェミノというですね、これ1920年代のですね、ちょっと後にはなるんですが、三段変速を発見することができました。これも全然関係、これも全然関係ないわけじゃないんですよ。ポールさんのお弟子さんのジョニーパネルさんの作った会社でございます。シェミノですね。トップチューブにシフトレバー。で、そこからこう伝っていってスライド式のメカを前からも引くことで制御する仕組みになっております。動きとしてはね、これね、タケノコ型のスプリングっていうのがあるんですけども、力が加わると巻き取りながら縮んでいくんですね。初期のディレイラーには割とこの形は多いです。まあ現代のですね、まさに多段式と呼べる10段、11段、12段とか、そういうですね、ディレイラーはかなりの工作精度とキャパシティの関係からですね、もう必ずと言っていいほど、パンタグラフ型ですね、こういう平行四辺形の不可欠なんですけども、100年前の工作精度とですね、3段という枚数だとスライド式が、最適だったんではないでしょうか。もうそのバリエーションの多さからも感じていただけると思います。これまだ20年代の話ですから、で、カンパの創設は33年です。で、前回ね、パスタデックで紹介させていただいたパリルーベ、これ40年代からですね。で、パンダグラフが出てくるのがやっと縦型のパンダグラフです。今横についてますよね。グランスポルドっていうモデルなんですけども、その5段変速が出てきたのがようやく49年の展示会で、台頭し始めたのが50年代なんで、まだまだ後の話になります。話は戻りましてですね、当時のルシミノーのリーフレットを見るとですね、チェーンステイはパイプ形状で、汎用性があるのかと思いきやですね、専用フレームのようですね、フレーム製造も行っているからこそできる技ですね。当時のですね、フルセットと思われるこの値段が95フランと書いてあります。これね、フランも2種類有名なのがあって、スイスフランとフランスフランがございます。時代によってはもう何個も何個ももう効果が使われてた時代もあったみたいで、はっきりわかりません、私には。で、かなりね、調べた、2、3時間ぐらい調べた結果ですね。で、これが現代の 168.4 ドルの価値になってるので、今のレート105円1ドルに換算すると、17,682 円と安すぎということになりました。もうめちゃめちゃ頑張って計算してて、これは多分間違えております。時代背景から追っていこうということでですね、正確にね、値段を導き出すのはこれもめちゃめちゃ難しくてですね、労働賃金、食料、物の値段、これを、どれを基準にするかによって、換算される金額って変わってくるんです。食料基準の場合、95フランは18万円となりました。で、場合によると、その基準変えたら10万ぐらいの場合もございます。現在の電動自転車、パス!よう走ってますね。こちら13万円します。まあ、なので、時代が違えば、これらの自転車を買うのに、同じぐらいの値段を払わないといけないってことになっております。で、このリーフレットに書いてあるこの文をですね、Google 翻訳に取り込むと、もうすごいですね、今これね。読めるぞ。リア3段のみか、フロントとダブルで組み合わせて6段変速にするかですね。チェーンは左右に柔軟性のあるもの、フリーとシフターとテンショナーとフレームまで、多分これフルオーダーかなと思いますけども、そうなると20万円っていうのは妥当かもしれません。ちなみに当時の自転車はオーダーが普通でございました。まだ大量生産の時代ではなかったんですね。さて、1905年に変速機の父が生み落とした発明品はですね、もちろんツールドフランス第3回まで来てますから、プロの目にも止まりました。ツールドフランスっていう括りの中で走る距離っていうのはあまり変わらないんですけども、ステージ数が少なければ1ステージごとの距離は長くなりますんで、当時はだいたい1ステージで350キロから400キロも走っていました。ほとんど休みのない耐久レースで、なんとですね、まず、止まるとこは自分で予約しないといけません。電話あんのか知らんけどね。いかなる場合も誰も手出しをしてはいけません。パンクしても自転車がぶっ壊れても誰も手伝っちゃいけません。手出し無用という過酷を極めたレースでございました。そのためですね、工具、で、それからタイヤをですね、自転車や身につけて、走っているのが特徴的でございます。1905年からはですね、主催者の希望でやっと三角ステージが入ってですね、もちろん舗装路ございません、ガードレールもございません、未舗装ですよ、未舗装。
で、変速機登場前にそんな山をどうやって登っていたのか、大小のギアついていました。車輪の両側にチェーンは一つです。これをどうやって切り替えるのか。平坦スタートやとしましょう。高速ギアでずっと走ってます。もう山が見えてきた。降ります。自転車をバラします。リアをね、当時はね超ナットでついていました。車輪の左右を入れ替えて大きいギアに変わるんですね。大きいギアは低速用ギアですから。で、またはめて再び走り出すというのを繰り返していたんですね。考えられますか？山が来たら自転車降りないといけない。さらにですね、山頂とかになったらですね、雪が残ってる場合もございます。もうめちゃめちゃ高くてね、寒くて、そんな中ですね、今から下らないといけない。低速ギアでは遅い。また自転車を降りて分解して左右入れ替えて高速を、汗も引いて、もうめちゃめちゃ寒いと思います。でもかじかむ中ですね、左右を入れ替えて高速用ギアで山を下ったりする、そんな場面も多く見られたと思います。そんな中、神の生み出したディレイラーというもの、乗ったまま変速できるという優れもの、レースで使われたかもしれませんけれども、間もなく主催者のデグランジュによって、そのまま女子供の使うもんやということで1937年まで禁止となりました。なんかね、画像を調べてると1930年のね、あのツールドフランスでも変速機付きが使われてるんですけども、ちょっとどっちが本場かわかりません。でも禁止になったのは確かです。ま、よくあるですね、あの主催者は自転車に乗らない人とかいうパターンではないんですね。しかしこのデグランジュさんすごくてですね、1893年のアワーレコード 35.325km を持っています。ちゃんと自転車選手なんですね。まあ、しかしもうお察しの通りですね、もう頑固な面がですねあったようでですね、ツールドフランス開催してからもですね、選手とのいざこざがもしばしばあったと。くしくもアンリ・デグランジュと同じ名のアンリ・ペリシエ、チームのギャラに満足できず脱退してレースをしたところ、デグランジュに奴はもうツールで勝てないと批判され、勝利を手にしたが、マイオ・ジョーヌを脱ぎ捨てたのは有名な話です。しかしそんな禁止されている中でもですね、しっかりディレイラーの技術は進んでいきます。まずこちらご覧ください。イロンデールというチェーンが8の字型に巻かれている自転車でございます。これ調べんの苦労しました。もう目乾くぐらい見てください。ほんまにね、これもう。この自転車ですね、大小のフリーコグがドライブ側に2つついています。で、このチェーンの交差によってですね、前後、どちらにクランクを回しても、車輪は前に、自転車は前に進むという構造になっています。回転の前後によって変速するって書いてあったんですけど、全く意味が分かんなくて、前に回せば大きいギアのフリーが噛んで坂を登りやすい、で平坦や下りを走るときは後ろに回せば高速で走れると、そういう構造になってるんですね。これはそれからですね、イタリアのビットリアからはですね、一つのレバーでディレイルとテンションの調整を備えたモデルも出ています。はい、これをね今回話させてください。これをね最初に話そうと思ってこの長い話をね組んだので、皆さん、コンポーネントの名前でスーパーチャンピオンという名はご存知でしょうか？カンパのスーパーレコードではございません。全く別物になります。カンパニョロの創設が1933年です。で、この話が1932年になります。オスギアというメーカーから出ていたコンポーネントなんですけども、創設者はオスカーエッグという方です。ご存知の方多いんではないでしょうか。リアにフェアリング、カウルをつけたバイクなんかを開発していた選手でもあり、ちょっと普通からかけ離れた、我々の好む変態さんでもある方なんですけども、この方すごいんです。アワーレコードを3回で、それからツールの2つのステージで優勝、ジロでは1ステージ優勝しています。第一次世界大戦前のトップレーサーでございます。チーム詳しい方は聞いたことあるかもしれません。グリフォン、プジョー、ビアンキにも所属しておりました。オスギアとしてですね、コンポもですね、これ3段変速のスーパーチャンピオン、これを出していました。当時100万個以上売れた製品で、当時のサンプレックス、
ついにサンプレックスも出てきます。で、そのしのぎを削っていた当時のサンプレックスなハイエンドと思われるグランプリデュラルミ、こちらはですね、値段にすると109から119フランなので、いかに高いかお分かりいただけると思います。1936年、ついにですね、ツールドフランスの父デグランジュ退任することになります。ここからついに新しい時代、ツールドフランスで未だ日の目を浴びていなかったディレイラーが光を浴びる瞬間が来るのです。ということでございました。でね、あのね、これ気になって、ディレイラーが解禁される前と解禁されてから、これでツールドフランスの平均スピードっていうのは上がったのか、山が登りやすくなったわけですから、これね、意外と変わらない。こちらご覧ください。あまり変わらないんですね。これなんででしょうか。誰か詳しい方教えてください。あの、車輪を外したりとかつけたりする時間がなくなったはずなんで、だいぶ早いはずなんですけど、そんな変わらないんですよ。まあでもね、あの、技術の進歩によってね、右肩上がりになっていっているっていうのは皆さんご覧いただけると思います。ディレイラーがツールドフランスで使われ始める前、その黎明期の紹介でございました。まあその後に出てくるね、パリルーベのね、この変速用のレバーが後ろについとったり、ダブルレバーがこの股の間についていたりとか、そして今のこのね、手元で全部完結しているのがいかにありがたいか。もし100年前のレーサーが今のこの舗装された綺麗な道路とついてくるね、チームカーと、それに乗るメカニックと、めちゃめちゃ速く走れるロードバイク見たらどれだけ感動するでしょうか。誰よりも速いかもしれません、当時のレーサーが。はい、少しでも楽しんでいただけたら幸いでございます。というわけで最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。それでは皆さん、良き自転車ライフを。さようなら。編集データが飛んだ結果何週間ずれたんでしょう。楽しみに待っていただいた方ありがとうございました。そして次回の動画は、4年も前から俺の動画を見てくれている少年 iPhone4S が好きな人、フォーレスさんが愛知からはるばるやってきてくれる。しかし天気がコロコロ変わりやがる。おいおい、大丈夫か今日は。しかし行くしかねえだろ。なるようになるさ。楽しんでいくぜ。